安息抗酸カリウムは安息抗酸のカリウム塩である。カビ、酵母、いくつかの新生細菌の成長を阻害するため、防腐剤として食品に使われている。その効果は安息抗酸存在下の低 pH で最も発揮される。果汁飲料、炭酸飲料、ソフトドリンク、漬物などの酸性食品は安息抗酸カリウムによって保存加工される。 カナダ、アメリカ、EU を含む多くの国で承認されており、E 番号は E212 が付与されている。EU では子供による接種を推奨していない。食品保存のメカニズムは細胞内への安息抗酸の吸収によって始まる。細胞内の pH が5、またはそれ以下になったとき、ホスホフルクトキナーゼによるグルコースの発酵が95%減少する。 アスコルビン酸と暗則抗酸ナトリウム、または暗則抗酸カリウムが共存した場合、発ガン性のベンゼンが生成する可能性がある。熱、光そして保存期間が、ベンゼンの生成量に影響を及ぼすことが分かっている。AB、ポタシウムヘプチルベンゾアート。エメラルドカラマケミカル。2014年6月2日、閲覧。サイドル、アザートン、リンケ。 ウィリアム F、ソリアビラティスオブインオーガニックオーガニック、コンプウンズ、ファンオーストランド、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id、イコール K25、e、ジ2014年5月29日、閲覧。コスメイングレディエント、レビューエキスパートパネルビーンズ、ネア、フィナールレポートオン、ザ・セーフティーアセスメントオブ・ベンジルアルコール、ベンツォックアシット、 アンド・ソディウム・ヘプチル・ベンゾアート intj トックス二十三から五十。クレブス派ウィギンス d スタブス m スタディーズ・オン・ザ・メカニズム・オブ・ザ・アンティ・ファングルアクション・オブ・ヘプチル・ベンゾアートバイケム j 六百五十七から六百六十三。ありがとうございます。